エアコンにお目話の秋兄です。本日もエアコンにまつわるお話をお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、特に、今現在家を建ててる方、また近い将来家を建てようかなと思っている方には必見の内容になってますので、ぜひそのあたりも踏まえてご覧いただきたいと思います。まず今回お送りするのは、エアコンを住宅メーカーさんにお任せするしないにかかわらず、住宅メーカーさんにエアコンのスリーブとエアコン用のコンセントを忘れずにご依頼いただくようにお願いしたいということです。これね、エアコンは最近増えてきているのが、住宅メーカーさんにお願いをしないで、家を建てた後で、お施主様たちがご自身で手配をしますって言って、いわゆるエアコン工事は別途っていうケースが増えてきてるんですよ。で、そうするとね、住宅メーカーさんも、まあ、自分たちに関係のない工事っていうことで、見積もりから外れちゃうケースがあるんですよ。で、割とね、そうは言ってもコンセントはつけてくださる住宅メーカーさんが多いんですけど、穴、まあ、事前にね、開けるときにはスリーブっていう、こう筒状のね、ものを壁に固定をして、そこだけ壁の、なんていうか、塞がないように、いや、その筒状の穴が外と通通になっているような形で、なんていうんですかね、配管を通すための部品があるんですけど、そのスリーブっていうものを通しておいてくれてない、もうスリーブをそもそも通されないっていう状態で、住宅を引き渡しをするってケースが非常に多いんですよ。これね、住宅メーカーさんのね、言い分もわかるんですよ。エアコンがどこにつくかわからないんだから、スリーブつけてもしょうがないでしょうとかね、もしくは単純に忘れちゃってるとか、言われてないから省いちゃったとか、まあ、いろんなケースはあるんですけど、コンセントが基本的に近くに来てるケースがあるということは、大体エアコンはどのあたりにつくかってことは想像がつくんですよね。で、もちろん皆さんお施主様の方で、例えば何のエアコンをどういうふうにつけるかが決まってない場合っていうのは、まあ次の動画でここにだけは注意してっていうのを送りますけど、とかくそのなんとなく住宅メーカーさんに言いにくいってケースはあるのかもしれません。ただ住宅メーカーさんももう職人さんはね、何度もスリーブをつけるってことは慣れているので、大体上からこれぐらい開けてくださいとか、指示をしてあげれば間違いないですし、また指示がなくてもね、大体ね、やってくださる方多いです。一番問題なのは打ち合わせで、それをお願いしてないってケースなんですよ。やっぱり住宅メーカーさんもエアコンがね、別途になっている段階で、そこら辺の工事はまあどんどん省いちゃっても痛くも痒くもないよってケースがあるので、とかく忘れられがちになります。なので、エアコンは後日自分たちで手配するんですけども、スリーブとエアコン用のコンセントはつけておいてくださいねっていうことを忘れずに、打ち合わせの段階でお伝えください。後からコンセントを通しますとかね、後から穴を開けるっていうことになると、いろいろ問題があるんですよ。特に2階なんかになると、1階に大体ブレーカーを置いてあるケースがほとんどなので、2階までね、新しくコンセントを通しましょうとなると、なかなか大変なことになります。また、家ができてから、壁に穴を開けるってケースになると、家の構造体、柱があって強度を保つためにこう筋交いってね、交差させて木を組むっていう施工をしているケースがあるんですけど、そこにね、エアコンを通す穴を開けるためにズドーンと穴を開けちゃうと、いわゆる構造体に傷をつけちゃうってケースがこれ、ね、よくあるんですよ。悲しいことに、僕たちが最近ご縁ができたお客様のところに行くじゃないですか。それでエアコンをいざ外してみると、もうがっつり削られてるケースって結構あるんですよ。先日見たのが、ここに差し込んでる画像を見てください。穴の中に思いっきり木がくり抜かれてるように映ってるの分かります、ね、こういう形で、構造体に、ね、傷をつけちゃうっていうのは非常にもったいない。
なので、それだったらせっかく建てるお宅ですから、せっかくね、これから家族の思いをつないでいく入れ物として、思い出を詰めていく箱としてね、家をお建てになるわけですから、そこにガリッと行かせるよりは、事前にちゃんとその構造体を避けてスリーブを通していただける、いただいておいた方が絶対にいいと思います。で、以前のね動画でも挙げたように、取り付けに行く業者さんもやっぱね良し悪しあるので、気が利いた人はね本当にそこら辺を避けてやってくださるんですが、そうじゃない人はもう早くつけて早く次の現場行かなきゃなんてズドンと一気にやっちゃうんですよ。ね、やっぱやられちゃうとね本当にこう切なくなっちゃうんで、それだったら住宅メーカーさんにちゃんと最初に話をして、コンセントとそれとスリーブの取り付けまでは、お願いするようにしてください。でまたすでにね家を建てる段階で、エアコンをね例えば業者さんにもうお願いするんだよとか、もう決まってる人がいるんだったら、まあ、場合によってはね住宅メーカーさんと業者さんの方で打ち合わせをしてもらってね、この辺りにスリーブつけてとかっていうお話を交渉してもらうようにお願いしても、それも OK だと思います。とにかくその住宅メーカーさんサイドでスリーブとエアコンのコンセントで、またできればですね今の段階で使う使わないが決まってなくても、あるに越したことはないっていうケースありますので、ですね、4畳半から6畳以上のようなスペースのところには特にそのご検討いただいた方がいいかなと思っております。いかがだったでしょうか。今回は、現在家を建ててる人、また家を建てようと思っている人に向けての第1弾ということで、エアコンのスリーブとエアコン用コンセントは間違いなく忘れずにつけてもらうように交渉してねということについてお送りをしました。また第2第3というところで、ここは気をつけてねってことをまたお送りしていきますので、よろしくお願いします。今回の内容、なるほど、よかったよと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そして高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。エアコンよもやば話のアキニでした。それでは失礼します。